いやー、ちょっと風邪をひいておりまして、動画投稿の方が遅くなりました。本当にすみません。はい、ということで本日から復活していきたいなと思うんですけども、いやー、もうとんでもない情報が公式さんから発表されてしまいましたね。はい、ということでなんとですね、3月の9日にあのテレビ放送が放送決定となりました。てな感じでね、今のうちに高評価とチャンネル登録の方をお願いいたします。さあ、それではもう早速やっていきましょう。はい、ということで、この度ですね、なんと公式さんからこんな情報が発表されておりました。鬼滅テレビ配信決定ということで、3月の9日土曜日22時30分より鬼滅テレビ柱稽古編新情報発表スペシャルの配信が決定となりましたということでね、今春にテレビ放送が迫る柱稽古編の新情報や作品に関する最新情報を発表となっておりますね。ついにテレビ放送に関する情報っていうのが公開となるわけなんですけども、いやー、もうマジで嬉しいですよね。ということで今回はですね、まずそんな鬼滅テレビの詳細から見ていきたいなと思います。はい、ということでこんな感じで、今回ですね、鬼滅テレビ柱稽古編新情報発表スペシャルが配信日時3月の9日土曜日22時30分から23時30分ということでございます。で、出演者がね、花江夏樹さん、下野紘さん、松岡義継さん、高橋優馬さんとなっております。で、視聴方法の方がですね、アベマ TV アニメチャンネルと、さらにアニプレックス公式 YouTube チャンネルの方で、無料で配信がございますので、まあお好きな方でご視聴していただけたら、いいんじゃないかなと思っております。まあちなみにアベマ TV の方が、プレミアム公開のカウントダウンっていうのがないので、まあ遅延が少なかったりしますね。さあ、そして今回ですね、アベマの情報によるとですね、3月の9日土曜日の22時30分から23時30分と60分間にわたってね、新情報が解禁となるわけなので、まあかなりたくさんの最新情報が、柱稽古編の情報が発表となるのではないかなと思っております。まあ一応ですね、放送される内容っていうのも発表されていたということで、触れていきたいなと思うんですけども、詳細情報がこちら。本番組には、花江夏樹さん、下野紘さん、松岡義継さんが出演と、で、MC に本作プロデューサーのアニプレックス高橋優馬さんを迎え、世界各地で開催中のワールドツアー上映、鬼滅の刃絆の奇跡、そして柱稽古への舞台挨拶への模様を振り返るほか、テレビアニメ鬼滅の刃柱稽古編の最新情報を発表いたしますと、いう感じでございましてね。まあ柱稽古編のテレビ放送に関する情報に関しては、まあ確定とのことでございますね。はい、ということでここからはですね、そんな現在発表されていない情報や、今回発表されるであろう情報を見ていきたいなと思います。はい、ということでまずはですね、こちらなんですけども、今回刀鍛冶の里編の特別放送が告知されるのではないかなと思っておりますね。はい、てな感じでですね、先週遊郭編の特別放送がありましたが、まあもちろん刀鍛冶の里編のね、放送っていうのもあると思うので、まあそんな今回刀鍛冶の放送日っていうのも告知がなされるのではないかなと思っております。はい、楽しみにしておきましょう。さあ、そして続いてはですね、こちらということで、
まあ柱稽古編の放送日程でございますよね。まあ大本命と、なっているんですけども、現在公式から、発表されている情報に関しては、こちらの、2024年の春から放送という告知のみと、いう感じでね、今回はそんな具体的な、何月何日から放送なのかというね、発表があるのではないかなと思っているんですよね。果たして、何月から放送なんでしょうか。ちなみに、東京 J ポリスと、鬼滅のコラボっていうのが、3月の20日から、決定いたしましたので、放送っていうのはかなり近いのではないかなと思っておりますね。先日、放送告知 CM 第1弾の方のね、公開もありましたので、やはり春というのは4月からの放送なのかと、いった形でございますよね。さあそんな感じで、続いてがですね、柱稽古編キービジュアルということで、現在公式から発表されている最新キービジュアルに関してはこちらのアニメ化決定の時のビジュアルとなっておりますと、劇場版の時のね、ビジュアルも発表がありましたけども、テレビ放送に関するキービジュアルっていうのは、まだ現在発表がありませんので、この度、そんなね、新たなキービジュアルっていうのが公開となるのではないかなと思っておりますね。いやー本当に楽しみでございます。さあそして続いてがですね、こちらということで、柱稽古編の新予告 PV でございますね。いやーもう早く見たいですね。ちなみに昨年の PV では、全体で56秒ほどとなっておりまして、こちらで、新規映像、放送日、主題歌付きの音楽などが発表となっております。はい、主題歌付きのね、PV っていうのが公開されていたんですけども、今年はそんな感じで、柱稽古編の PV の方でも、新規映像、放送日、そして主題歌の音楽付きなど、様々な要素っていうのが盛り込まれ、公開となるのではないかなと思っておりますね。まあ、改めて主題歌 PV 的なね、内容として、まあ、無限が盛り込まれた PV っていうのは、まあ、確実に公開されてくるのかなと思いますね。まあ、今回気になる映像といたしましては、こちらのやっぱり鬼舞辻無惨 VS 炭治郎だよね。まあ、そこは PV の方で映してくれるのか、まあ、どこまで今回柱稽古編が進むっていうこの指標のポイントですよね。まあ、非常に楽しみでございます。はい、ということで続いてはですね、予想というか願望なんですけどもね、こちらということで、新作アニメの告知でございますね。今回やはり気になるのは、柱稽古編以外にアニメ化はないのか、全部でワンクールにも満たない柱稽古編で良いのか、ということでございますよね。柱稽古編の単体ですと、やはり相当アニメが少ないので、外伝などのアニメ化によって話数を増やしてほしいところ。まあどのような形になるかはわかりませんが、アニメ5周年ということで、まあサプライズ的な情報にも期待しておきましょう。ちなみに最後に視聴者さんの予想なんですけども、ワールドツアー上映の振り返り、劇場物販、柱稽古編の新予告 PV の公開放送日が発表、第1弾キービジュアルの公開、特別編集版刀鍛冶の里編発表、主題歌発表といった形でございますね。はい、4月の放送は確定と言っておりますけども、まあどうなんでしょうか。はい、てな感じでですね、3月の9日に、そんな柱稽古編の最新情報と放送日が発表となるわけなので、あと少し、頑張っていきましょう。はい、では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。